常に躍進と変革が求められる北海道のビジネスシーン。そんな時代を切り開いていくトップの素顔に迫るミズコム北海道。お話を伺うのはアサヒビール株式会社北海道統括本部理事本部長の江田真さん。これからのアサヒビールの取り組みなどをお聞きします。札幌唯一の大規模ビール工場であるアサヒビール北海道工場、スーパードライなど毎日出来たてのビールが出荷されています。その工場に隣接するアサヒビール北海道統括本部は道内の全ての支店を統括し、北海道全体の経営戦略の策定、経営管理を行っています。江田さんが現職に就くまで、これまではどのようなお仕事をされていたのか教えていただけますか？はい、商品開発ですとか、から広告宣伝、広報といった仕事に長く携わってきました。お客様のニーズにお応えしてですね、お客様の期待に応えようと、取り組んできたわけですけども、一方でその難しさもですね、いろいろと味わうことがありましてですね、いろいろ勉強させていただいたなとは思っております。札幌にお住まいになるのは初めてですか？初めてです。ですから非常にワクワクしております。この北海道の印象ってどんな感じでしょうか？いやもうとにかく大きくて、すがすがしくて、これからいい季節になるというふうにお客様からもいろいろ聞いてますので、そこはとても楽しみですね。アサヒビールの今年のビジョンを教えていただけますか？この1年、コロナ禍というですね、未曽有の体験経験をしている中でですね、当然マーケットもまたお客様の生活もですね、いろいろ変化し、また多様化しているかと感じておりますけれども、そうした中にあって、私どもアサヒビールではですね、既存の枠組みにとらわれることなくですね、新しい発想で、新しい価値を作り出していこうと、これを社内ではバリュー経営というふうに称しましてですね、取り組んでいるところであります。今年はですね、このバリュー経営を一段と加速していこうということで、新しいビジョンを設定してですね、スタートを切ったというところでございますけれども、そのビジョンというのは、すべてのお客様に最高の明日をと、お客様のですね、楽しい生活、嬉しい生活にですね、少しでも私どもの商品もしくはサービスがですね、貢献できるようにと、日々努力をしているところであります。江田さん、こちらが4月に発売される新商品ですか？アサヒスーパードライ生ジョッキ缶です。お客様のですね、美味しい生活、楽しい生活に貢献していこうという具体的な取り組みの一つであります。どうぞまずは手に取って飲んでみてください。これは見てください、泡が出てきました。ぜひ飲んでみてください。すごいきめ細かい泡が出てますよ。いただきます。はい、これは美味しい。やっぱりこの泡があるビールって美味しいですよね。今まで缶ではなかなか味わえないこの感覚。本当に今おうち飲みが増えてますから、家でもこの生ジョッキ感が味わえるというのはとても嬉しいですね。ビールの醍醐味というのはやっぱりそのきめ細かな泡と、それからこう冷えたですねビールがですね、こう喉を通っていく、まさにその飲食店様でですね、飲んでいただく生ジョッキだと思っておりますけども、今回3年もですね、開発にはかかりましたけども、ご家庭でももしくは屋外でもですね、新しい飲用シーンとしてですね、お客様の飲食店で飲むあのジョッキが飲みたいというニーズにお答えできる商品としてですね、ご覧いただけるのではないかなと期待しております。ごくごくという感じでですね、ダイナミックに飲んでいただけるとより美味しいではないかなと思います。やっぱりスーパードライは喉越しですからね。ありがとうございます。行きたいですね、こう。美味しい、大満足ですね。ありがとうございます。これはいいです、おすすめ。こちらのアサヒザリッチも新しくなったんですよね。はい、昨年の3月に新発売をいたしましてですね、大変多くのご支持を昨年頂戴することができました。今年の2月にリニューアルをいたしまして、
さらにですね、味に磨きをかけましてですね、まあ、プレミアムビールを超えるようなですね、美味しさであり、また香りの良さ、そして飲み飽きない味、こういったものを実現させていただきました。こちらもぜひ、皆様に楽しんでいただければなと思っております。新しくなったアサヒザリッチもこうますます人気になりそうですね。ありがとうございます。では江田さんにとって仕事のやりがいを教えていただけますか？そうですね、やはり一人でも多くのお客様にですね、アサヒビールというのは美味しいね、もしくはアサヒビールというのは面白い、まあ、そんな風に言っていただけるようにですね、新しいことに、まあ、みんな仲間と一緒にですねチャレンジをしていきたいと、そんなふうに考えています。では最後にテレビの前の皆さんにメッセージをお願いします。はい、北海道のお客様にはですね、日々、私どもの商品にご愛を賜りですね、心より感謝を申し上げます。これからもですね、私どもの商品やサービスを通じてですね、アサヒビールという会社がお客様に一番近い会社になれるようにですね、努力をしてまいりますので、これからもですねご支持またご愛をですね賜りますようによろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。